この度は、お忙しい中、私のような選手のために、お集まりいただきありがとうございます。この度、現役を引退する決断をしました。16年ですかね、この世界でできたのも、家族をはじめ、たくさんの方に支えられてここまでできることができました。ですがまだ試合はありますし、シーズンは残ってるんで、私自身も最後まで、最後の1日まで、全力でプレーしたいと思います。今日はよろしくお願いします。そうですね、一番、一つではないんですけど、まずは、チームの力になれないなというか、プレーで後輩たちの力になれなかったらやめようという決断を、ずいぶん前からしていたので、それもありますし、怪我、2年前にここでこのピッチで負った怪我から、ちょっと、怪我がちになりまして、それもありますし、一つではないんですけど、もうやりきったなっていう気持ちも十分あるんで、はい、決断しました。そうですね、自分の場合はプレイヤーとして、このピッチに立って、まずは背中で見せるというか、そういうことをずっと、したいなと思ってましたし、まずはいい選手である前に、いい人、いい先輩で、彼らのためにありたかったなと思ってて、それは、アスルの若い選手たちのことを見てもらえば分かると思うんですけど、僕の気持ちっていうか情熱とかここで注いだ全ては、彼らに受け継がれてるんじゃないかなとそう思ってます。そうですね、もちろん、これから J2、J1に行ってほしいチーム、今年は特にそれを目指していますし、ですがこのチームがずっと大切にしている、そうですね、練習場や、ピッチ外、この試合でのスタジアムでの情熱とかそういうのも含めてですけど、その心を動かすというか、アスルクラブといえば、今は、すごい、昔僕がいた時と違ってパスも上手につなげて、綺麗なサッカーというイメージもありますけど、そうですね、ユニフォームをドロドロにして相手より走って、情熱を出して闘志をむき出しにして戦うというか、ずっとアスルの選手たちにはこれからもそうあってほしいなというか、僕はずっとそういうつもりで、そういう気持ちで日々を過ごしていました。そうですね、選手に告げた時も、大半の選手にはまだやれと、もったいないと、本当にありがたい言葉をいただきましたし、ですが僕も、衰えはすごい感じますし、正直、日々の練習での疲れの取れなさだったり、来シーズンもここでまた来年1から、闘志を燃やしてやるっていうことがもう自分にはできないのかな。ここまで自分のような選手が
自分の能力を考えたり力を考えれば16年ですか、ここまでできたこと自体が奇跡かなと思いますし、自分にとっては本当に、ありえないというか奇跡のような時間でした。本当にですが、もう疲れた部分もあります。それはまだ具体的に決まってなくて、ですがアスルに関わりたいなと、はい、思ってはおります。本当に正直言ってまだ本当に具体的に指導者がやりたいとか何がやりたいかなっていうのはまだはっきり決まってなくて、なんかこう自分で引退を宣言しながらまだやっぱり日々の練習のことしか考えられない部分もあるんで、はい、まだ正直そこまで考えてないです。本当の正直に言えばアスル誕生日の日に毎選手に誕生日おめでとうございますっていうのをツイッターに上げてくれるんですけど、 X ですか、それが二度手間になるのはあれだと思ったんで、僕から、誕生日の日に引退宣言すればもうまとめて、はい、やってもらえると思ったんで、もう仕事が減るかなと思って遊べる、はい、っていう気持ちで、もうちょうど決断した日も10月の頭だったんで、まあちょうどタイミングもいいかなっていうので決めました。まあ、もちろん、さっきも言いましたけど、まあ、本当に自分の実力だったり、本当に学生時代に、小中、大学生の途中まで、まあ、嘘みたいな話ですけど、一度も J リーグを目指したことがないんで、自分がどれだけできるかっていうのも、最初プロの世界に入ってて分からなかったんですけど、そこから、本当に、自分を根気を強く指導してくださった指導者の方々や、コロナで出会ったチームメイトだったり、どこに行っても応援してくれたサポーターの方々だったり、何よりも、そうですね、早い段階で、妻と出会えて、そこから劇的に自分のキャリアも向上していったように感じますし、本当に家族に支えられて、周りの方に支えられて、ここまでやってくることができたなと、はい、本当に長い旅でした。そうですね、もう当時、行くチームがなくて拾ってもらえて、ここのチームに、こんなに情熱を持って日々を過ごして、グラウンドだけではなくて日常生活も、人のことを思って自分のことより周りのことを大事にするチームだって、それはもちろんサポーターの方々に対してもそうですけど、本当に自分の性格と合ってるなっていうのはすごいすぐに入団させてもらったように感じてて、30歳を迎える年にここのチームにお世話になりましたけど、本当に8年、9年ですか、本当に夢のような時間で、全てが、しんどい試合、毎日しんどかったですけど、試合もありましたし、ですが、自分にとっては、本当に幸せすぎて、贅沢な時間でした。そうですね、もう毎試合、練習もそうですけど、どんな情けないというか、
面白くない試合、あの表現の仕方難しいんですけど、したとしても、まあ、本当に自分たちの僕を支えてくれましたし、彼らの声はいつも本当に胸に響いてましたし、彼らは僕を支えてくれて愛してくれたように、僕もサポーターの、アスルサポーターのために本当に毎試合魂を注いで、このエンブレムのために走り続けました。ありがとうございました。